岩倉市線とは、愛知県岩倉市の岩倉駅から道県小牧市の小牧駅までを短絡して結んでいた名古屋鉄道の鉄道路線で、名鉄小牧線の支線である。路線廃止時点の物元は、名古屋電気鉄道がメインルートである犬山線の培養線として、小牧までを結んだ路線であり、路線名も開通当初は小牧線であった。しかし、 城北線が開業すると、名古屋方面へのメインルートの座を、名古屋市電尾成通線と連絡できるそちらに奪われ、当線は一ローカル線となり、岩倉支線と解消された。結局、名古屋市内への鉄道連絡は、直結路線である玄古巻線に託された。さらに国道41号線名ノーバイパスの建設も決まり、バイパスとの交差の問題もあり、当線は廃止された。 現在は名鉄バスが当線廃止後の代替バスを運行している。後から建設された直結路線にメインルートの座を奪われ廃止になるという経緯は同じ岩倉から分岐していた市宮線に似たものがある。しかし、玄古牧線のターミナル上飯田駅は当線廃止の7年後に名古屋市電廃止により名古屋市中心部への鉄道連絡がなくなってしまったことから 小牧北から犬山線を経由して名古屋まで鉄道で結ぶ、当線の廃止は焦燥だったのではないかという意見も少なからずあった。その後、小牧と名古屋市中心部が鉄道で結ばれるのは、2003年3月の地下鉄上飯田線開通まで待つこととなる。全駅愛知県に所在、名古屋鉄道社市名古屋鉄道、1961年697ページ。 A 信 B000A Junk 4軽便鉄道免許場家府官報1914年4月18日地方鉄道運輸開始官報1920年10月12日ありがとうございます